じゃあ今回の新キャラの不倫まとめてというか振り返っていいですかね。はい、まずバースト効果ですけど、味方全体の3段攻撃確率アップ、これが、効果時間が結構長くて、バーストターンを含めて8ターンですね。バーストして次のターンにステータス開いて効果時間見ると残り7ターンになってる感じになります。まあ、ただ長いだけあってちょっと効果量は低いみたいで、あの SR の、 あの闇のアンダカより上で、あの信玄の、 あの頼光ではなくて信玄の、 あの連撃バフの3段に一方的に負けるぐらいの効果量になってます。結構低めです。で、まあこう言ってる通り幻獣枠でもなくて普通の神姫のバフと同じ枠になります。まあなんでこれはほぼおまけぐらいですね。はい。で、1アビ味方全体が確実に3段攻撃を発動で、これだけ効果時間ターンで、追襲と2段攻撃確率ダウンのニュートラル効果が4ターンでつきます。で追襲の方が、これですね、通常攻撃の 20% で上限が、12万になってます。普通のよりちょっと高めぐらいですかね。はい。で、ただ、効果量は 20% で他の追襲と同じなんで、同じ 20% の追襲に上書きされるので注意ですね。さっきちょっと実際にやったんですけど、光のダグダの追襲バフが同じ効果量 20% で上限8万になるんですけど、まあそれに普通に上書きされるんで、使う順番にはちょっと注意してください。で、ニアビ。まあ待ちに待ったという感じですね。敵全体に光属性ダメージ、攻撃防御ダウン特大。30% の B 枠の全体対象のデバフになってます。まあ、倍率と減衰は低めで 1.5 倍の19万なんですけど、まあ、あのようやく光にね、全体対象の 30% デバフが来てくれました。ただ、必中ではないんで、出張とかでは使えないんですけど、命中率どんなもんなんでしょうね。今の検証の時は一回も外してないかな。まあ、必中じゃないんで、アクセで盛るのがいいのかな。で、あと 30% なんで、光のアンシャルと組み合わせると、デバフ加減になるのかな、どっちも。で、あっちは属性デバフなんでね、あっち入れた後に、こっち使うと、入りやすいかもしれません。で3アビ。自分が即座にバーストゲージ上昇などの通常攻撃を行う。まあ、スタンダードな CT さんの、即時通常攻撃ですね。まあ、ただ光は結構このアビリティ少ないんで。まあ、通行パーだと結構出番があると思います。アシスト1。味方全体の3段攻撃を発動した回数に応じてターン終了時に味方全体のヒットポイント回復。闇の瀬戸が同じようなアシスト持ってたんですけど、ちょっと回復量とか上限が違って、まず、回復量は一律で 10% です。闇瀬戸は、回数に応じて回復量も変わってたんですけど、こっちは一定ですね。最大ヒットポイントの 10% 回復します。で、回復上限が、ここも違いますね。瀬戸は一人だけの時回復しないんですけど、フリンは回復して、サンナ攻撃1回で、あ、1ターンの間に1回で50、2回で100、3回で500、ちょっと切れてるのか。ちょっと待ってくださいね。はい。ちょっと最初から。1回で50、2回で100、3回で500。ここで一気に跳ね上がります。そこからちょっと緩やかで、4回で700。で、5回以上で800になります。まあ、なんで5回以上なのかというと、まあ、例えば、この3アビですね。即時通常攻撃できるんで、これの回数も含まれます。まあ、なので、
フリーンが3尾使います、3弾出ます。で、その後に普通に通常攻撃したときに、まあ、4人通常攻撃3回出て、で、1人だけちょっと2段以下だったときも、まあ、あの3段攻撃自体は5回出てるんで、この800回復になります。っていう感じですね。で、あとは、光のフォルセティとか、1ターンに2回通常攻撃できるときがあるんですけど、まあ、それもそれぞれカウントしてくれるので、まあ、そういう感じで結構5回以上は狙いやすいかもしれないですね。はい。あとはおまけで編成するだけで属性関係なく3段攻撃確率がアップできますという感じです。いや、まあ、さっきちょっと話に出しましたけど、光のアンシャルとかなり相性いいと思いますね。2人でデバフ加減取れて、でアンシャルは3段攻撃のバフも持ってて、で向こうもトランスドレインで通常攻撃で回復できますし、でこっちも3段攻撃に応じて回復してくれるので、多分めちゃくちゃ回復できると思います。はい。まあ、アビオの時は、フリーンをアンシャルの後ろに置いとくと、属性デバフ必中の後にデバフ入れられるんで、入りが良くなるかもしれないですね。まあ、デバフ先に入れるよね。通常攻撃あるし。まあ、バースト効果はそんなに良くないので、できたら、バーストはオフで、使いたいですね。はい。まあ、通行主軸の光パーティーなら今後は結構入れやすい、ほぼ必須パーツぐらいになるのかな。まあ、やっぱ何より2人で、アンサルと2人でデバフ加減がでかいですね。まあ、通行パーじゃなくても、この全体 B130% がかなりでかいんで、デバフ目的でも結構入ってくるかもしれません。